山崎総一郎は、石川県加賀市出身のプロ野球選手。宇藤右内、オリックスバファローズ所属。読売ジャイアンツファンであった祖父の勧めで保育園児の頃からキャッチボールなどに親しみ、加賀市立山城小学校3年時から山城少年クラブで野球を始めた。加賀ボーイズ所属の加賀市立山城中学校3年時には、 身長が1 8 0トルを超え、2013年世界、少年野球大会の日本代表に選出され、優勝を経験した。高校は、鶴ヶ気比高等学校に進学し、同校が、平沼翔太を要して、福井県生初の甲子園制覇を達成した第87回選抜高等学校野球大会では、2年生で、背番号18をつけて、 ベンチ入りしたものの登板機会はなかった。同年夏の第97回全国高等学校野球選手権大会において2回戦の花巻東戦で救援登板し甲子園初登板を経験する。2年秋の第46回明治神宮野球大会では主戦投手として準優勝。3年春の第88回戦抜高等学校野球大会では1回戦の 青森山田戦で、堀岡隼人との投げ合いを制止完封勝利を挙げるも、2回戦で、改正に2失点完投で敗北した。3年夏は、福井県大会2回戦で境相手に、延長15回完投も、15回に2点を勝ち越されて、初戦敗退し、最後の甲子園出場はならなかった。高校時代には、北陸のダルビッシュとマスコミから称された。 2016年度ドラフト会議でオリックスバファローズから6位指名を受け契約金3000万円、年俸500万円で入団に合意。背番号は63。2017年はウエスタンリーグで6試合に登板し2勝1敗、23回、1、3を投げて防御率4.63を記録した。2018年はウエスタンリーグで20試合に登板し5勝7敗。 100回、1、3を投げて、防御率4.66を記録し、シーズン終了後に、WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出された。初戦の南アフリカ戦の先発を任されるなど、同大会では2試合に先発。10回に、3を投げて、自責点0の好成績で最優秀防御率賞を獲得し、日本の準優勝に貢献した。 2019年5月8日、ウエスタンリーグの福岡ソフトバンクホークス戦で右肘を負傷。PRP 治療を受けたものの肘の違和感がなくならず、8月5日に右肘内側即副靭体再建術を受けた。10月22日に戦力外通告を受け、12月2日に育成選手として再契約し、背番号が135に変更となった。 2020年10月1日、ウエスタンリーグの阪神タイガース戦で実戦復帰を果たした。12月3日に支配下選手として登録され、背番号が63に戻ることが発表された。2021年は4月27日に初めて1、軍に昇格。5月1日のソフトバンク戦、7回表に3番手として、プロ初登板し1回を無失点に抑えた。 翌2日に登録を抹消されてからは2軍で、先発調整となり、7月7日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初先発。5回3アンダム失点と高騰するも勝敗はつかず、その後もなかなか勝ち星に恵まれなかった。9月29日の千葉ロッテマリーンズ戦で5回に3を投げて2失点に抑え、6度目の先発登板でプロ初勝利を挙げた。 1 9 0トルの長身から投げ下ろす、最速時速1 5 5トルの速球と落差のあるカーブが武器。プロ入り後はチームメイトのブランドン・リクソンからナックルカーブを教わり、持ち玉に加えている。目標とする投手は斉藤和美。ありがとうございます。